はい、えー、おはようございます。本日は2月の27日土曜日ですね。まあ、相場の方はもうすぐ閉じていくんですけども、現在ですね、3時41分の振り返りということで、相場の方をずっと見ていこうかと思います。まあ、これがね、えー、今、週足を見ていただいているところなんですね。ですんで、えっ、ー、と、3月1日月曜日になったらまたね、同じようなことをやると思いますけども、まあ、とりあえず行ってみましょう。この横線をバーッと引いたところで、 大体の目安がつくわけですよねこの点に当たるとこの線に当たるとお上昇の方に向かうということでここにぶつかると上の方に行ったここの方に下がっていったらここが転換点になって上上がるということで同じことを繰り返してるんですよね。で、えー、今回この流れっていうのはここまで来ちゃったわけですよね。 で、この転換点、これもしくはね、あの、大統領の就任、変更がなかったら、トランプさんからバイデンさんに移らなかったら、これはまだまだね、円高に向かっていた私はね、可能性が高いと思ってるんですよ。で、えー、この丸を書いたところね、ここ。ここで、バイデンさんが就任しました。その時にはね、あの、おおむね勘なんですよ。勘が来たんですよね。あ、これもしかしたら、潮目変わるかもしんないなぁと。 105円の方向に行くんじゃないのってことで、私は1月に105円方向に向かうということでお話したと思います。そうするとそこからですね、急激に上昇波動が始まったわけですよ。こういうふうにね。で、現在に至るんですけども、ここ2週間は106円、107円の方向に向かうんじゃないかなということで、私はずっとバイ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 ,バイで、とにかく買っていきましょうと。 ということを申し上げてきました。特にこの2週間は、えー、しっかりとね、106円、107円の方向に向かうことをお話ししながら相場回数を続けていきました。ここまでをちょっと振り返っていただいてよろしいですかね。で、現在、106円の576で価格が落ち着いていますけども、えー、デイリーの方言って言いますね。デイリーの方って言いますと、バイデンさんに代わってたのがここ、ね。で、ダウリロンで転換が起きているということなんですけども、ここからですね、 安値を切り上げてるわけですよこういうふうにグーッとね安値切り上げここに当たったら上に上がるよってことで、えー、つい数日前ここに当たったんでこっから倍で入っていただきましたねそっからというものをちょっと小刻みに動画の更新しましたけどもまさに私の言う通りになったということですよねこれがテクニカルフォーメーション分析の力ですで、えー、高値の切り上げこのようにきれいに決まってますねここここここ で、フォーメーション分析の通りなら、ここにぶつかったんで、今度は、こっちの方に行くんではないかな、っていうふうには考えられるんですよね。で、本当にそうなるのかどうなるのかってことは、えっ、ー、と、3月1日からの相場解説で、見ていかなくてはいけません。どこを見るかっていうと、ここを突き抜けるための予兆が、3月1日、もしくは2日、月、間に感じられるかどうか。そうではなくって、これはもうね、完全に、ここ上がっちゃうのか、突破していくのか。 っていうことなんですよ。この二つですね。ここまでのフォーメーションを崩して新しいフォーメーションに入る、さらに潮目の変わり目には来るのかなっていうことですよね。で、ちなみにですね、ゾーンを引いておきますね。ここで。ゾーン、えここが力点になってますんで、ここがゾーンがあります。で、こちらの方にもね、強いゾーンがありますよ。ちょっと見え、見えにくいと思いますけども、 見やすくしましまょうかこ,れ、ね、こことあとここですねまあ下のゾーンはもう超えましたんで、まあ、言うことはないと思いますけどもねここのゾーンは超えましたんで次ここですよね来週見ていきたいのはこのゾーンを超えるかどうかっていうせめぎ合いなんですよゾーンを超えなければ今までのフォーメーションが続くだけゾーンを超えれば新しい展開に入るってことが今お伝えできることです では4時間の方を見ていきますね。はい、こちら4時間ですけども、お話した通りなんですけども、高値がありましよね。安値っていうのがありまたよね。で、波動が N を描きながらここまで達すると。で、今度は下降局面に入って、これが今度上昇に向かうということで、高値を切り上げたわけですよ。で、今度はこれがまた下がっていって、安値を切り上げたと。 いうところでこの波動が起きますよってことを私は予見しながらでこのネックラインを越えたら106円107円の方向まさに107円に今向かってるじゃないですかこれがねこういうふうに分析していったらいいと思いますよ分かりやすいですよね今回のはね冷やしにしても4時間にしてもいやいや分かりにくいよって方ぜひね FX の基礎講座と中級編の方しっかりとご覧ください はい。ではあ、1時間で今日の相場の説明を終わっていきますけども、先日のことなんですけどもね、ゾーンが、私書きましたね、ゾーン。このあたりだったと思いますけども。えっと、まずはね、ここを超えるかどうかっていうところで、小さな W がありましたね。この小さな W が完成するということは、このネックラインを超えるってことなんですよ。で、ネックライン超えました。 で大きな W はこういうふうにあったわけなんですけどもネックラインをまず1個目が超えた2個目のネックラインを超えたっていうところでここに当たってそっからはこういうふうに向かったわけですよねずっとお話しした通り106円107円の方向に向かうためのそれまでの W とかね大きな W とかネックラインを超えたとか段階を踏んでその段階をこうやってテクニカルから私がね予想しながら そうなったらこうなるよってことで、まさにそうなり続けて、今ここまで来ました。106円の574。まあ時間帯によってはね、106円の700にまで近づいてあるわけなんですよ。ここね。これがね、だからテクニカルができてると、このあたりで未来予想図がかけるわけですよ。1時間にしてみたら。で、そうなっていただくと、倍で入って、これ負けるわけないじゃないですか。ね。だから、かなり大きな利益が1月2月は取れたよってことなんですよ。 多分皆さんも相場解説見ていただいてたらそうなっていたはずです。じゃあここからね、先ほどお話したように、月が明けて週が明けて新しい展開に入るのか、今までのフォーメーションを相変わらず守り続けるのか、この辺をしっかり見ていってエントリーポイントを探していこうかと思います。えー、本日は以上です。ありがとうございました。